映ってますよ。映ってます。どうも、はじめましてじゃなくて、二度目まして。岡崎以来ですね。岡崎以来。はい。ということで、今日は、会社が T ラインさんですね。T ラインさんのドライバーさんと、はい、宝塚で暮らしてます。おはようございます。皆さん、おはようございます。これ、新型ギガじゃないですか。新型ギガですね。新型ギガのドライバーさん、今ちょっとトイレ行きました。ちょっとほんだらギガのドライバーさん帰ってくる前にクオンちょっと見ていいですか。これやっぱりリップいいですね。いいでしょう。これかっこいい。これはあの田中もこれ取り付けディーラーに断られたんですよ。ダメです。これはいいですね。わー、もう綺麗わ。すごい。でも綺麗やんな。ちょっと吹いたら綺麗になるな。はい、さっきね、高槻ジャンクションで後ろから追いついてきて、誰かなと思ってパッシングされとったから、俺後ろがもう激しくパッシングされとったからひょっとして俺観音扉でも開いてんのかな思って、バックモニターで見て、そう、ほんなら観音扉開いてなくて、あれどっかで見たトラックやなと思っとってね。これさっきから走っとって思ってんけど、これステップ？ステップです。これ足乗せる。あ、ここ乗せにくいから。そう、ここに。ああ、あの平車によくついてる。ああ、そうっすね。これええー、な。これです。こっちもついてる。あ、これ前車ついてんの？これええなーと思って見とって後ろから。あ、コーヒー買ってきてくれたんですか。あ、ありがとうございます。どうでも。いいんですか。じゃあビートいただきます。ありがとうございます。ということで、ギガ乗りのドライバーさん帰ってきました。おかえりなさい。はい、ギガ乗りのドライバーさん帰ってきました。このギガいつのお車やったんですか。去年11月ぐらいかな。11月。あ、ほんと。まだ1年。ほんなら1年経ってない。11月やもんな。ほんとに、もうほんならもうギガ出た当時にもう入ってきた感じ。そうですね。ほんとに。おーですか。このテールはこれやっぱり社長のこだわり。社長のこだわり。2台ともこれやったから。だって会社みんなこんな感じな。いや、みんなではないです。あ、ここ最近みたいな。はい、へえ、そうなんや。ということで、ちょっとギガ乗りのドライバーさん帰ってきたんで、ギガも撮影していいですか。こっちギガのステップの方がいいや、大きいから。これ何？こっち。これめっちゃいいや。ちょ待って。ちょっと待って。これは多分大倉の平場でついてるやつやと思うね。大きさ的に。これよりこれの方がええな。大きいもん。なあ、こっちは安全。あ、そうや、これめっちゃいいやん。僕のこれは全部の車は社長が全部オーダー。あ、もう社長がこれもう細かくこれはこうでってで、あの、これはめっちゃいい。これついてるトラック他には見たことある？ないあんまりな。これはいいなあ。ほんでこれがバックのカメラ。あ、バックの ランプです。四国で1台ぐらいしかおらなかった。これこのステップが、この会社だけ T ラインさんだけ。いや、四国でってかなかなか見えへんよ。うん、へえ。このテールもなんかちょっとどこのメーカーなんですか。ボルボでしょ。あ、ボルボのテールがついてるんですか。へえ。しかも贅沢に2段、合計4つえ、これもなんかボルボの何か。光るんですよ。あ、なんか光っとったなあ、へえ、すごいな。ここのあれやな、作り込みも大変そうやな。大変やと思うんですよ。ここな、これもあれ、あのオーダーメイド、ワンオフ。あ、そうな。え、これ自己式。うわ、すごいよ、かっこいい。もうさっきバーって走ってる見てキラキラやったで。トラックマーカーいっぱいついてる。このマーカーキラキラやな。下も光るんですよ。え、どこが光るの？ここ。え、このマーカーの下から。あ、ここ下になんかついてんの。あ、ほんまや。これはなんかこの辺照らすん。はい、あ、すごいわ。キラキラやわ。あ、これ何、こういうなんてこの裏もこちゃんとあんねや。こんな感じで、これなんか手前だけあるもんやと思って裏空洞や思とった。すごいな、こんな感じで。これリンギ入れ。リンギです。こんなリンギ入れあんの？L 字の。珍しいです。なんかクオンとかやったら四角いのバーンついてるやん。これ切ってるん？俺もリンゲでこんなんすか。あ、L 字になってんの？あ、こんなバンパー入れてるから。
丸バンパーですよ。あ、丸バンパーやったな。はぁ、そうなんや。はい、かなりの作り込みしてます。 T ライン運輸さんです。どっか行き当たる。これはひょっとして車内もうつせ的な感じで片付けてくれてんのかな。これは新型のギガなんで、結構車内にしてあげた。僕が一台ものらしいで、これ。まだ入ってきてない。あ、寒い。ここも光るんですよ。何これ、何これ。あの夜、あアドブル入れる。これ天才。これ天才。これ光る。ここの残量を見るやつやろ。これな、僕らエアロ車見えへんねん夜。だからこれ、これ天才。これ俺もいただく。しかもスイッチここにあるっていうのがええな。これスイッチ入れたらつく。はあ、これ普通に天才やな。これ俺マネさせてもらいます。なあ、これええわ。へえ、なあ、ちょっとアドブルこぼしすぎやなこれな。めっちゃこぼしてたわアドブル。あ、タンクが300が2個ついて、あとこれウインカーもなんかちょっと違うウインカー、なかなか見えひん。なあ、すごい。いいやん、もう全部ステン入って、キャッチもステンで。これな、鉄やったらな、ここ錆びてきて、錆びてくる、ね、錆びてきて汁がうわーなんで、なるなる。ほんでもう特にここなんかよう開け閉めするやんか、なんかシュワーって錆がふわーなってくんね。これいいな。うん、俺これこれが好きやねん。これ俺らのこれ棒のやつやねんか。これなんかかっこええや。なんかやりやすいっすね。これの方がええな。これいいな。そうか。はい、え、 T ラインさんは四国は香川はどこにあるんですか。坂井で。坂井で。あ、坂井でってあそこですか。あの橋渡ったところ。あ、そうですか。もうな、橋渡ってすぐのところに会社があって。そうなんや。お、もう自己主張始めましたよ。これ何、自分でつけた。あ、全部会社が全部つけてくれて。これ何、純正のオプション。純正。へえ、なんかでもあれやな、これ純正なんだ。これいいな。ちょっと待って、これどうやって光ってんの。白みたいな感じか。あ、これこれここの、これカバーがあんねや、ここ。ほんで、この中配線通ってんの？ほんで、配線見えへんの？これ、純正なのかな？これ、ええな。これは、あ、そうなんや。この、このカバーがついて、これ、見えへんようになってる配線、綺麗についていいな、これ。あ、これ、ついて。あ、僕のエグゼクティブも光りますけど。あ、でもあれやな、やっぱり三軸。いや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 、まあね、やっぱりでもこうやって並んだら低照でちょっと若干低く感じる。そうなんや、三軸高照。これ新型のギガちょっとライトちっちゃくなった。なんか前までもっとギガって大きかったんじゃん。なんかちっちゃくなった感じで。これあれ、ハイビームこうローとかハイとかなるやつ、自動で。あ、そうなんや。もうハイとロー。あ、そうなんや。僕のルークスはライト散らすんです。体験したことないけど。ハイになったら散らす。嘘。あ、ハイになったら散らすの。曲がったら散る。嘘、散らすの。バーって。めっちゃいいやんこれ。あんなプロフィアみたいなもうハイとローだけちゃうん。そうなんや。そうですか。いやこれクオンと並んでもやっぱり屋根が全然高い。高さ違うっすね。高さ全然違うな。ちょっとほなこれギア乗っていいですか。椅子見ます。椅子、え、なんかちゃうの。全然ちゃうです、椅子が。どういうこと、全然ちゃうって。椅子、椅子、言い過ぎでしょ。椅子がない。うん、これなんか違う。うん、あ、僕らこれレバーや。で、これ押したら、うん、自分が調整しているところまでの高さまで上がるの。あ、こう調整して、もう一回押していい。うん。これめちゃくちゃ運転手心くすぐる音やな。シュー言って運転手エアオの音好きやから。これめっちゃいい。へえ。ここに夏場にほらクーラーと暖房。あ、シートヒーター、はい、あ、シートヒーター何、ヒーターだけでクーラー、冷たいのも出んの。嘘、めちゃめちゃいいやん。すごいな。へえ、ギガのこれ。あ、そうか、ギガシートが変わったって。なんかカタログ見たらなあ、やっとった。ただこれ高さ、フロア高いな。
俺のこれ顎ぐらいまであるよ、これ。これちょっと乗り込んでよろしいですか。はい、助手席行きます。あ、助手席、あ、ドライバーさん助手席乗ってください。僕運転席乗りたいです。はい。すごい高い。はい。じゃあお邪魔してよろしいですか。はい、お邪魔します。今日スリッパのままでいいの？はい、お邪魔します。はい、ドライバーさん一人ベッドに行く？はい。すごいわ、背高い。背高い。じゃあほんまや、普通立ってるやん。ちょっと待って、ちょっと俺も立てるんかな。こん中立っていいよ、俺も。ちょっと、はい、これ何、釣りバカ西見とったん。あ、ほんまや、これ何、日の越えた、日の越えてますよ、多分。日の越えてるな、これ。へぇ、ドラマさん身長いくつ。173。あ、173で、ベッドに座ったらちょっとかがむぐらいで、ちょっとかがむ。あ、運転席と助手席は全然立てるな。へー、なんかこんな感じです。本舗なんかも立ってます。あ、何これ、こんなとこシール貼ってくれてる。僕これこの間、あ、剥げたやつ、剥げたやつ。あ、ほんと。あ、チャンケさん、チャンケさんのシールも。そうなんや。これ蛍光灯は、蛍光灯はどこがつくんですか、これ。ここです。え、どういうこと。あ、ここ、ここと上がつくっす。あ、何、ここに蛍光灯ついてる。ちょっとあのおしゃれな感じやな。こっちとらここだけ。あ、これ、あ、でも、ちょっと暗いな、これ。へぇー、そうなんや。間接照明っていう感じ。そうそう。あ、そう、でも、この辺に欲しくなかった？あ、ここ欲しいですね。ここ欲しい。やっぱ、真ん中にね。ここつけれるんちゃう？ほら。なんか蛍光灯のなんかつける穴あるで。ああ、ほんまや。これ前のギガの蛍光灯つくんちゃうの、これ。一回やってみたよってやってみて。な。へぇー、ほんでこれ壁紙もなんかちょっと違うねや。なあ、なんか綺麗、なんか柄が入って。ちょっとめちゃくちゃ分かりづらいけど、柄が入って綺麗です。はい、こんな感じ。収納、あ、開けていいんですか。うわ、でかー、こんなに。こっちも開けていい。はい、下もあるんで。どういうこと、これ。プロフィア超えてるやん。で、ここもあるっす。バリバリ収納。何これ。何これ、こんなに収納あるの。めちゃくちゃ収納あるやん、これ。ヘルメットとか入るっすもん。いや、ヘルメット何個でも入るで。もうな、俺安全ベストでさえ置くとこ困ってんねん。すごいな、これ。ちょっとギガ収納スペースやばい、これは。すごいいいわ。へえ。はい、ちょっとでも閉めるわな。これすごいな、いっぱい収納スペースあるギガです。はい、じゃあちょっと、はい、運転席座ります。これ何、今体脂肪減らしてんの。こういうの、こういうの貼っとったらな、減らそうって頑張るもんな、みんなな。こういうの、こういうの貼ってる方がいいね。こう努力してるって自分に言い聞かすためにです。はい、これメーター周りはあまり変わらん。そうです。あ、何、前もギガ乗っとった。あ、本当に前の方のギガ。そうなんや。え、さっきも聞いたけど、香川は栄でインター出たところらへんに会社があって、中国の9の国道沿いやな、にあるんですか。へえ。ちょっと待ってよ、こんな感じでいいですか。スリーショット。そうですね。大丈夫ですか。ほうな、え、ほんなら橋渡ったところですよね。僕あんまり降りることないねんけど、あの中さんがよう三豊とか言う、あれ三豊ですからね。それ言わんとって。それはいつも三豊って言うてでも、あそこ温泉があるの教えてもらって。高瀬ですか。あの、な、何やったっけ、あの道の駅のところ、琴引き帰る。じゃあ、どこやったっけ、宝田の里じゃん。それ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 、うん、あそこ行って、すごい良かった、田中坊と。気持ち良かった。あそこ露天風呂もあったらしくて、一回見てなくて。そうなん、栄でって言ったら、ほな、やっぱりもう、あれですよね、美味しいもんって言ったら、うどん。うどんっすね、やっぱ香川な。香川はうどん、やっぱり。そうなんや。昨日俺、あそこ行ってきてんね。愛媛県の新宮じゃなくて、あの、こっちの、新居浜。あ、新居浜、そう、新居浜の卸に行ってて。新居浜卸終わってからもね、パーって走っとったら、なんかさ、見てるよーって、K のバン乗った人に声かけてもって。はい。あそこ、しまなみ海道。ああ、はい、はい。ずーっと走っ、人が歩いとったから、いや、人歩いてると思ったら、歩道があんねんな、あれ。自転車も通れる。自転車も通れんな、あそこ。びっくりしたわ。な、ええとこやな、思いながらも。もう思いながらも動画とか撮りたいな思っとってんけど、
おとついか鳥取行った時の雪が屋根に残っとって、もうそれがずっと垂れて垂れて気になってもうそれはずっと走り続けて何も動画撮ってるわけで、そう昨日行ってました、はい、新居浜にな、ちょっと迷子なって。あ、そうなんですか。うん、そう、まあ、もう行くに迷子なって行けるかなって不安やったけどです。そうなんや、はい、じゃあ改めてギアの撮影したいと思います。これまた汚いな、これ。これ洗ったんですよ、これ。靴下、靴下ここに毎回つけたんですよ。靴下？これなんか寒いけ、あ、寒いから、あ、このシフトダブがかわいそうすぎて、それやったらなんか赤ちゃんがつけるなんかミントみたいな、ミトン、ミトンみたいなはめた方がかわいいのに、これ絶対靴下やん、靴下ですとか言うて。ということでこれあれですね、オートマチックですね。はい、オートマチックです。はい、なんかこう新型ギガになってからこうここ変わりましたよっていうのどっかあります？変わったとこっすね。うん、なんかあります？これハンドル、あ、ハンドル、うん、このボタン、はい、これ、これ、あ、はいはいはい、やったらこう車線がはみ出て勝手に戻るっす。あ、これ実際体験してみてどう？使える、使える度何パーセント？30ぐらいですか。30、全然使われへんやん。いや、あんまりね、ほんま。でもな、俺日産ルークスにもついてんねん、車線あのキープするやつ。やっぱり車線が薄くなったら出てまう。あ、です、やっぱり。そうなんや。です、です。です、です。あ、ここになんかモニター、これ自分、監視されてるんですね。はい、はい、ここに監視されてます。なぁ、へぇー。特に、冷蔵庫じゃん。あ、なにこれ、冷蔵庫？冷蔵庫。あ、濡れてるで。うん、これ冷蔵庫。冷凍、冷温？あと、ホット高いもん。あ、ホットとクールとあるんや。へぇー。大事に切っとっても、うん、これずっと冷たい。おー、いいやん、これ。ほら、もうプリンとか、なあ、エクレアとかここ入れれるやん。ちょうど、ジャストサイズやな。いいやん、これ。へぇー、そうなんや。でも、あれやな、パッてやっぱ乗った感じ、ギガやな。なあ、ギガやな。そうなんや。へぇー。あれギガ嫌ですか？うん、大好き。嘘の方がいいですか？やっぱり僕、フソが一番好き。あ、うちフソおるね。おるな。大倉来てから、フソに乗るようになって。もうほんまに、もう十何年前に、スーパーグレートがモデルチェンジした当時に乗っとったけど、その時何も思わなかったけど、このフソ、スーパーグレート、やっぱエンジンがすごい、シューっていく。え、でも、間違えないんすか？シフトの。うん、全然間違えへん。もう、最初はもう、あれで、もうハザードはここにあんねんけど、こう、ほら、ワイパー。めっちゃ狭いとこ行ってなかったんすか？どこ？狭いとこ行くすごい得意。気ぃついたら狭いとこ行ってたよ、言うて。そう。あれじゃあ、土手沿いかなんか。あれな、あれはほんまにあそこ行かなあかんねん。ほんで、U ターンせなあかんねんけど、この前 U ターンするとこ、ちょっと通り過ぎと思って、どこまで行ったっけと思って。あんまり行かないから。ほんで、どんどん竹山みたいなとこになってきて、あ、これ絶対ちゃうわ、と思って。鬼バック。鬼バックしてました。前な。はい。ということで、はい。新。ナビこれ自分でつけたん？え、会社つけてくれんの？うわ、すごいいいやん。すごい、社長トラック好きなん？社長トラック好きです。あ、そう。ええー、な、こうやってしてくれてな。え、会社入って何年？僕の3年。3年？ほんと3年で前のギガをほんと2年乗って ?2 年ちょっと。僕1年しか乗ってます。あ、その前は違うトラック乗っとった？その前は、だけに、あ、2年ぐらいは乗ってた、ね。あ、2年前ギガ乗って。そうほんで、頑張ったからこれ乗れてきた感じで。いいやん、すごいな。やっぱりどう、新車明日来るぞってなったらもう寝られへんかった？明日新車の新型ギガ来る俺、うわー寝られへんってなかった？寝不足で今日走れませんってなれへんかった？寝られへんかったやろ。寝れんかったっすね。寝られへんかった？やっぱり寝られへんかった？わかるわ、その気持ち。わかるなぁ、乗り。心臓バクバクしますか？なんで？乗り変わる。うそやん、ほんま？ちょっと聴診器当ててみるわ。そうなんや。これ iPad、これちょっとつけてみていい？これどこや、これつけてみます。はい、お、ギガや、好きやな。わかるこの気持ちなあ。そうなんや。いやいや、ほんま今日はありがとうございました。いっぱい動画撮らせてくれて。な、風邪気味大丈夫？バファリーは頭痛い大丈夫？これすぐ効くからな。これ半分は愛情できてるからな、はい、です。バファリーな、はい、こんな感じです。エンジン静かやな。そうです。な、
ほんまにエンジンは静かなんはもうほんま間違いない、昔から。これがええでしょ。どれ？あ、これプロフィアにもない。これハンガーかけやんな、完全に。はい、これ自作？自作。いやいやいや、純正で？最初からすごいな、ギガすごいな。やっぱり、屋根は、天井はプロフィア超えてるな。超えてるんですね。全然、めっちゃ高いな。これギガやっぱりいいわ。な。これなんか置いてるで、これ何？それはね、会社の方が作った。ちょっと見ていい？ティーライン旅団。船団。あ、これ船団って呼ぶの？多分船団やった。ああ、なんや。みんなしてないんですよ、日本列島、さぬきって書いてる。はい、おしゃれ、いいやん。なんでこんな離れたとこ置いてんの？離れたとこ。こういうとこあれじゃん、カーブでプリーンってなれやな。プリーンって。なれ、ああ、なんや。これマグネットつけてくれてるやん、ちゃんと。そうですよ。なあ、マグネットみたいなやつ。なあ。そうなんや。なあ。タバコ吸わへんの？タバコ吸うっすけど。ほんま？今は。あ、ほんと？いや、全然匂いがそんなに臭くないから。これ置いたんですよ。あ、これ、うわ、これガチの消臭剤や、これ。これ、こう、なかなかみんな置いてないで、これ。なあ、これ、すごいな。ガチの置いてる。はい。こんなんとか積んでないんですか？どれ？じゃあ。これ、ちょ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 、ここ、ちょ、体脂肪減らすんやろ？まあ、塩関係ないから。塩関係ないから。いや、体脂肪減らすために。ここ調味料入れ、ここは。うん、調味料取れな、これ。そうですね。ここにあんの？ほんまや、調味料取れやわ。すごいな、なんかいろいろあるな。下の方になんかロキソニンみたいなの落ちてる。大丈夫？そうなんや。な、やっぱりあれやな。こうシュートノブがここにあったらここゴミこうなってまうよな。わかるわかる。うん。え、クソもこれよくついとんすか？どれ？ USB。それ何？嫌味？なんかよくついとんか。USB？ USB は1個ある。あ、1個。不装の純正のカーステと連動してんねん。でここに挿したらiPhone からの音楽が聴ける。カーステで。そう。あれ聞かれんの？聞かれます。Bluetooth で飛ばせる。あ、まあ、Bluetooth で飛ばせたら一緒やけどな。だから充電しながら、こう、YouTube の音楽とかをカーステから聴ける。うん。です。まあ、でも中途半やけどな。うん。あんま音量でかくないでしょ、あれ。カーステで飛ばすね。いや。そうでもない。いや、普通にスピーカーからもうガンガン。ガインガインやで。これ何個ついてるの？ USB。2個、3個。はい。ようさんついてるな。これいいな、USB ってやっぱり助かるな、ついとったらな。そうですね。なあ。いまいちかな。うん、ここもわからんのですよ。これ何が、これ何が出てきた、何が出てきた、これ。脇シュッシュっす。わ、シュッシュ。脇シュッシュ。ほんで、ガムと、ほんで、ようわからんのどれ？いや、ここになんか家庭用電源がついてるんですよ。あ、24ボルトのやつ？多分そうや。うん、いいやん。コンセントがあるっていうこと？あ、そうなんや。あれじゃんか。ほら、ホットカーペットとか、コンセント使うやん。24ボルトの。なあ。あ、これマットも結構分厚いな。どう寝心地は？最高です。ゴイス？ゴイス。な、ゴイスなんや。な、いいな。クオン乗ってる田中坊がクオンのマットもいいって言うとったけど、そうな。あ、そう。そうなんや。ベッドはやっぱり広いでしょ？不装さん。うん、めっちゃ狭い。ほんで、不装、ちょっと斜めになってんねん。平らなところにトラック止めても、ベッドが斜めになってて、こっちに転がろう、転がろうとする。だからいつも優しさ下げんねん。あ、そうなんすか。だから、こう駐車場が坂道下り坂になってる駐車場今多いやん、あの辺下りになってるやんか。 ああいうとこ止めたらもうエアサス下げてももう全然体転がるもんか。ほんまにこれ不走乗りみんなそう。ちょっとベッドが斜めってんねんです。これ3倍さ。あ、ここなんかランプとかガラスミラーないんですね。 あれ、あ、僕もないですけどね。この辺質感いいな。この辺なんかプラスチックのこのいいな、この質がいいな。あ、ここにスイッチがあって、あ、これ何、あ、ここんなダウンライトみたいな感じになってるんや。いいな。ギガどう？ギガ乗ってみて。最高です。何点？100点。うわー、もうすごいわギガ。そうなんや。大倉もギガもうすぐ入ってくるんかな。なんか作ってるみたいなことを言ってたから楽しみです。乗りやすいです。あ、本当に？どう乗りやすい？僕ちょっとイスズばっかり乗っとるけんか分からんですけど、ね。ああ、乗っとるけん、ええな、その喋り方。へえ。でも一つ注文つけるなら、
ハンドルカバー、これこれ縫い切れ目ここ微妙これここに持ってきてほしい。これここここ繋がってる、ここここ。あ、それ動くんで動かしてます。自分でやこれこれここにやっとってください。あ、了解。これ動くん？ちょっと待って、はい、撮影して。はい。え、どうやったら動くの？普通に普通に多分パカッての、ちょっとエンジン切ろうか。はい、パカッてのけたら多分。うわー、これすごいな、エンジン鍵でかっ。何これ、これ何、これあの腰に吊るズボンに吊る、あー落ちひんように、はい、へえ、そうなんや。これ家の鍵っす。これ家の鍵ミワロックやな。これをこれもうガバガバやん。いかんですかね。これ何？前のギガからこれ。そうです、これギガ用。ギガ用です、ギガ用です。全然ギガ用に感じひんぐらい滑らかに回るな。ほら、すごいな。でもね、全然運転しとってもずれんないけどね。ほんまに、うん、でも結果ずれちゃってるな。そうですね。はい、ポンポなんか真ん中に戻しました。あ、ありがとうございます。いい、これぐらいしかできませんけど。あ、やっぱトラック乗りやな。トラック乗りエンジンをすぐかけんとこだった。あ、やっぱトラック乗り。ちょっと一旦送った。やっぱトラック乗りやな。いや、エンジンにコンピューターとかこう電装系に今からかけるでっていうのを一旦流さないと。ああ、そう。うん。だから、ギリーンかけたら、壊れるんでしょう、びっくりするやん。言うたら、しゃっくりみたいな感じ。うん。だから、一回こう、何にして。あ、やめました。65で来とったん大丈夫ボリュームって65とかあんの僕の70ぐらいで。70で聞くんすごいな。なんか俺過呼吸からめっちゃ困ってきたけど。これスピーカーどこにあるの？スピーカー下。下っす。下？あ、ここがスピーカー？はい、あ、ほんで。こっちはないんか。そっちはない。ここにある。そこにあるの。あ、そう、ここないんや。多分これ。あ、ここスピーカーない。多分そうやと思うんですけど、ね。あ、ほんと？へぇー。さっきなんか左折巻き込みみたいなセンサーがあったけど、はい、音とかなの？あ、なるっす。左折、なんか人がおったりとか。ここが光るんですよ。あ、そこが光るんや。ほんなら、あれか、フソーと一緒なんや。ちょっとちっちゃいけどな。あ、一緒なんですか？フソーも三角のやつがあって、うん、ほんで人がおったらそこ赤色に点滅したり黄色に点滅したり音が出るでしょ。音が出んねん。そうそう、ただラジオ聞いてたらそっち優先になるからめっちゃおもろい時になんかそのセンサーの音がスピーカーが流れんねんあれが残念そうそんな感じでついてますな。ほんだもうこんな新車乗せてもらったらこれバリバリ頑張らなあかんな。そうですね。なあ、はい、今いくつ僕ですか、うん、いくつ見えますか。32。ああ、惜しいですね。惜しい。30です。あんなさっきから思った時にちゃんけさんに似てるやんなあ、そうなんですかね。寄せてる。いやいや、ちゃんけさんが多分寄せてくれたちゃんけさんに寄せてると思うなんか似てるんだけどさっきからよう似てるな思って。いや、僕も初めてお会いしたんですけどね、うん、ちゃんけさんに。あ、おった。いやいや、ねもう知り合ってもう何年、1年ぐらい、2年ぐらい。ちゃんけさん友達なん？僕友達、今飲みに行くんすよ。あ、そうなんや。似てるって言われへん？今度ちょっと一回並んで見てみて。もう似てるなと思う。でも実際ちゃんけさん2回ぐらいしか会ったことないね。あ、そうなんですか。不自由のイベントで2回ぐらいしか会ったことなくて。ババシさんは？ババシさん、ばあちゃんは不自由のイベントで会って、まあ前浜松と刈谷で会って、したぐらいですけど、はい。です。で、ばあちゃん会いたい。いやー、追ってみたいね。いや、ばあちゃん、かなちゃんの名前やけど。いやいや、ちょっと、そういうのはもう、そんなんなしで。お前、かなちゃんな、かなちゃんも可愛らしい子やな。不自由のイベント来とったね。来てましたね。来てました。です。僕、不自由におったんです。そう。もっともっと。だから、ちゃんきさんに似てんの？いや、わからんすけど。わからん。寄せてるよ、ダメっちゃ。いや。そうなんや。あ、なんで不自由さんおって？え、どこの営業所？高松。あ、高松営業所おって？で、ほんま。で、いろいろあって。いろいろ行って、うん、ここにいたと。あ、ほんでここに来て。はい、あ、そう。おっか、あんな、俺思うね。ドライバーってな、もう転職してもええと思うで。な、ええとこ見つかっ、ここは転職したらええね。そう、ドライバーでそんなもん。なんかほら、やめたら、またやめたとかって言われるけど、ええとこ見つかるまでな。そんな似とる？いや、だって俺今、チャンクさん喋ってるんかな。これひょっとして隠しカメラあるんかな。今日、チャンクさんの YouTube で上がるんちゃう。ここなんか今日乗ったよ、トラック乗ったよ。ボケ見とるかって言わないかんですよ。似てる。いや、似とんですかね。似てる似てる。体型も似てるもんな。さっき降りてきた時にチャンキさんかなと思った。ほんまに。そんな似とるかな。ほんまに。そうなんや。でもあれやな。こうやって曇ってきたら、ガラスちゃんと拭いてるかどうかわかんねん。おこれな。拭いてないですかね。拭けてないな、これな。おそう。僕がいつも動画で紹介してる、ウィルソンのタオル。
あれめっちゃいいよ。あ、そうすか。もうふわーって吹き取れる、もう一発でシュッて吹き取れる。ウィルソン一回買ってみて。どこに売ってますか。いや、オートバックスでも、うん、どこでも売ってるです。これガラケー、まあ、会社用です。会社用なん、ちょっと持っていい、はい。これなんでガソリンスタンドにシール貼ってるいや、貼るとこなかったんで、まあいいかな。あ、ポイント貯めてんの。 いや、貯めてないですよ。あ、貯めてないんだ。こうなんや。それメガネケース。あ、これメガネケース、ドラえもんこれまた年季入ってるね、このメガネケースもネバネバやで、これいやー、そう、まあまあね、これなあ、へえ、これだ、コーヒー大丈夫、いつのこれ。今日は今日の大津でマスク酔ったんす、朝の。大津行ったんやそうだ、いや、大丈夫かな思て。あの、沼津で夜中の2時まで寝よったんですよ。よう寝たな。休息、休息な、うん、よう寝てな。もう、今日は帰るだけ。あ、そう、あの、五日の山岡へ食ってね。五日、五日、茨城、五日違う、茨城、あれどこや、あれ どこや、佐野か、佐野、佐野、あ、佐野にとった、ど、佐野、栃木、茨城の帰り、茨城、あ、茨城やんや。そうなんや。シャワー入ったらもうくたばりました。ほんまに。沼津で、沼津で。ああ、そうなんや。な、そうですか。僕らロジさんって会社結構、大阪ナンバーとか言わしんじゃうんですね。そうですね。南港にもあるんで。南港対象が何話ナンバー。ああ。ね。何拠点ぐらいあるんですか、結構。拠点は、赤キャビンもおりますよね。そう、佐川ができたよ。佐川営業所できて、山口が赤やろ、はい、ほんでから岡山、ほんで南港、大正、京都、ほんで埼玉にできた。本社はどこなんですか。あ、僕らがおる常用ですね。あ、常用が、常用が本社らしいです。あ、ほんと本社営業所の方ですねいや、あんまりそんな気にしないですけどいやいや、一応ね、ほんま、本家、本家や。お、本家って言うんですか。え、拠点他にもあるんですか。ないです。あ、ないんですか。いや、でもなんかこう、何も大丈夫です、うん、だってそんな言われて恥ずかしいや。いや、すごいな、本社、うん、なんか拠点の本社やけど、うん、社長もおるんでしょ。本社、あ、ちゃん、大倉のいいとこは社長は全然別のとこにおるんだ。だから、このなんか運送事業部の本社は京都の上流らしいんだけど、本間の統括する本社というか事務的な本社は高槻の別にやん。だから、あ、もうビルみたいな感じですか。もうすぐバーンってもうバーンって、あの、なんかすごい、なんかこうアパートみたいな、すげえすげえ行って初めて行った時、あ、ここみたいな感じだった。そう、なんか階段もうすごい、なんかもうカン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 ってなるような鉄の階段登っていく。この間 YouTube で警察署撮ってなかったっけ。警察署の、ああ、あれシール貼るんでね、あの、なんか安全会議出て、そう、あれ田中坊の動画で出て、ああ、ですね。そう、あれなんか中さん逮捕されたんかな、捕まった思わせてからのやったよあれも新聞にバインって出ると思って、なんかシールここ貼りましたってポーズ撮っとったら、全然シールとこしか、なんか写真掲載されへんかって、ええー、みたいな感じだったこれシートめっちゃいい。ですか。ずーっと喋りながら、これめっちゃいい。あと暖房の効き方が優しいな。なんかうわーってけえへん。ああ。なんかじんわりあったかいなっていう感じ。眠たくなるでしょ。眠た。これあの思い出したけど、ギガって昔、あの、眠たくなってふらついたらクーラー出とったやん。あ、ないっす、ないっす。あ、クーラーないの。それはもう昔これクーラー出るってあったやんか。あった。17番もあった。ほんで、なんかふわってなった時にクーラー風バー出るから、どんな感じの時になるんかなと思って、わざとやってもクーラー出へんねんな。多分あれトラック、お前わざとやってるやんって分かんねえな。ほんでなんかちょっとふわってなった時にビューって出て、これはフラフラなったら前方注意、うん、前方注意ってこう、あ、って言うねん、はい、アナウンス流れの、はい、そうなんや。そっか、なあ、お仕事これからも頑張ってください。はい、ありがとうございます。体脂肪も減らしてくださいで、ちゃんけさんでほんまに似ておりますほんまに似ておるんですか。ほんまちゃんけさんやろ。いやいや、ドッキリとかやめてやほんまに、そんなに、なんか初めての感じせえへん。多分ちゃんけさんがキーワードすると思いますよ。そうな、ちゃんけさんに後でほんとに LINE しとくわごめん言うて、さっきの撮影の時言うて。そう、これ、あ、ちょっとパワーウィンドウのスイッチちょっとあれやな、手前すぎるな。そうです、そうです。なあ、この辺に欲しい。そうです、これちょっとやりにくいな。そうです。え、フソもミラー動かせれるんでしょ、こう角度とか。あのな、前乗ってたプロは無理。
今プレミアムは動く。これ動けへんの？動かんす。あ、動かへんの？動かんす、動かんす。え、そうなん？なんか動きそうな感じやけどな。動かんす、動かんす。ほんま？え、ギガってどのグレードも動かへんの？動かんす。あのミラーの角度がね。あ、ほんまに？うん。UD とか動くやろ？UD 動く。R、あの、まあ、動く。UD もかっこいいけど、もう見飽きた、田中坊で。あ、そう、あ、そうやね。田中坊見飽きた。でもこれ木がほんまにええな。ほんまにいいわ。ほんま静かやし、なんか中のこう振動もあんまりないな。なんか普通ってこの辺の金網、金具っていうかこのステーがね、鉄の鉄板がパリバ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 リってなったり、 あとなんか屋根のところの何かがパリバリバリってなんねん。あれが木なんねんけどな。そうですか。ほんならもうこれ帰ったら、これもう靴下から赤ちゃんのミントに変えてください。もう洗濯せないかもしれない。もういや、ミントに変えようや。今日はもうどっか、あのほら、赤壁じゃなくてほら、赤ちゃん用品売ってる。赤ちゃん本舗ですか。赤ちゃん本舗。赤ちゃん本舗があのほら、なんかあるやんか。ああ、ありますね。買いに行って。ミントン、ミントン買いに行って。これ、ね、これええと思うけど。これいい、うん、すごい思い入れのある靴下。まあ、思い入れあるといえばあるね。じゃあ、もうこれでいこう。はい、これあの、ちゃんけさんが撮ってくれたんですよ。うん、これ、やっぱりちゃんけさんじゃん。ちゃんけさんの YouTube にも撮ってくれたんですよ。これ靴下。あ、ちゃんけさんもこれ食いついとった？食いついとった。これ、だって食いつくよな、これ、絶対に。絶対食いつくポイントやもんな。まあ、あとはもう、室内ちょっと拭き取り掃除して。そうですね。もう僕みたいにいつもパタパタやって。ほこりは出えへんけど。パタパタやるのどこに売っとんですか？ 100 均に売っとるで、あれ。あれ、100均で売ってるけど、うん、でも、あのオートバックスで売ってる300円ぐらいのやつがあるんだけど、それと全然違う。あ、やっぱ100均のはダメ。もう100均は100均。オートバックスのやつはやっぱりもうな、こう働いた時のホコリの動きが違う。100均のやつはまあ散らかんねん、バーって散らすような感じなんだけど、もうオートバックスのちょっといいやつ買うと、こうふわってやると、こうモップと一緒にこうホコリがふわって流れる。知らんけど。知らない。そう、オートバックスで買ってみてです。さあ、こんな感じです。オートクルーズとかどう？調子いい？オートクルーズあんまり、あんまオートクルーズ使わん感じやもんな。それどういうことなんとなくな、どういうことなんとなくオートクルーズで走らなそうやもんな。全開で行きそうっすか？ゴリゴリ。いやいや、そんな。僕はあの一応80キロなんでね。あ、なあ、80走ったと思った。はい、俺、バーって枕やった時ずっとついとったもんな、俺。はい、僕は一応あのね、ああ、ほんま、ほんま気ぃつけて走ってな。はい。好きやな。かっこいいでしょ、でもやっぱり。ああ、いいの映っていいの。これ何？あ、いや、いいっすよ、いいっすよ。あ、いつも YouTube 見てる。YouTube チェックしていいですか？ YouTube チェック。YouTube チェックは多分僕の。YouTube。まだ。やっていいですか？はい。YouTube でも歌しか聞けらんないっすよ。あ、歌が好きな？はい、はい、じゃあ。検索見ます。あ、YouTube 検索はあんまりせえへんの？あ、そうなんや。ここで立ちんぼとか出てきたら面白いのに。はい、自律神経の調整とか見てんの？瞑想とかどうしたん？なんか大丈夫？なんか心配になるんやけど。バブの女ってどういうことこれ。いろんな見てるな。あ、歌、あ、高田久美、高田久美合ってる？高田久美、高田久美の、妹の方が好き、俺。みそのみそのの方が好き。みそのでもいかんでしょ。なんで？旦那取るけん。みそのチャンネルでーす。な、みそのの方が好き。歌うまいよ、みそのの方が。あ、そうなんですか。うん、詳しいことは知らんけど。でも京都でしょ？あ、京都な？京都でしょ。大阪やろ。高田久美京都やで。嘘？で、あ、大阪ちゃん。あ、そうな？京都だけど。でも俺大阪やね。あ、そうなんですか。会社京都やけど。大阪なんですか。いや、大阪やね。通勤してん。誰と？高橋さん。高橋さんって？高橋ちゃん。あ、高橋ちゃんでさ、2回ぐらいしか会ったことないけど。高橋さんもな、呼んでくれるとき、呼んでくれるけど、全然呼んでくれへん。うん、そう。高橋さんもなんか、この間、土狭いとこ行っとった。土狭いとこ行っとったら、なんか、トンネルから出て、右に曲がるとか。これ、癖あり裸の心。いろんなあんねんな。俺ももっといろいろ勉強しよう。どう？ YouTube どんなんやったらいい？あの、こうリクエストしてよ。こんな YouTube 撮ってよとかなんかないの？まあ、
大阪の食べ物とか、ま、あ、食べ物、あ、そっち系がいい、ほんまくちゃくちゃ食べるけど構わへん、食べ歩きとかして、あ、食べ歩き、俺食べ歩きっていうか俺すごいグルメやねん、こう見えて食べるんとかあんまり好きそうじゃないように見えるやんか、食べるのそんな好きじゃないんだけど、でもめっちゃグルメやねん、だから美味しいもんを食べに行くんは好きやねん、量食べへんけど。新地とか行きたいですね。新地ってもう俺の庭やで。もう新地は俺のガーデンやからほんまに。そうなんですか。うん、もう俺に任して。昔若い頃からもうほんま餃子の天天新地にしょっちゅう食べにとったから。うまいですか。もうま、もう舞うやで。天天行って新地の、そう新地行って行って。魚とかも結構あるでしょ。いやー、添右衛門町とか行ったらいいんじゃん。やっぱ西成はやばいですか。西成、いや全然やばくないよ。三角コメント。いいよ行って。ホルモンの中ちゃん。うん、ホルモン中ちゃん。あれを YouTube で撮ってね、うん、カメラさんの、うん、チャンネル見ようんですけど、うん、そこまでちょっと詳しくわからんけど、あれ出とったんすよ。ほんま本にも載っとるっす。ほんまに安いでしょ、なんか。いや、安いとこは安いと思うけど。あの空芝見た方がいいね、あれ大阪で。いや、これがグルメ王になるわ、俺。グルメ王になる。ワンピースみたいだったね、今。ほんま、ちょ、ほんまグルメで行くわ。グルメのチャンネル作ろうか。いや、ほんま大阪はちょっとほんまくちゃくちゃ王でチャンネル作るわ。くちゃくちゃ本舗で。なあ、これからちょっといっぱい本舗食べていくわ、俺も。たこ焼き。それかあれやな、大阪のたこ焼き全部制覇してみようか。大阪のたこ焼き屋制覇してみたよ、って。うまいですか？やっぱうまい。絶対これ。やっぱり違うね。こう、いろんなところでたこ焼き食べるけど、やっぱり違う、大阪。あれはうどんと一緒やろ。香川のうどんがうまいんと。あんな、やっぱりこう、なんていうかな、こう、大阪が美味しいっていう、なんかそういう先入観なしで、やっぱりちゃうね。あ、大阪のたこ焼きやなみたいな。あるんすか。やっぱり違うねんな。そういうのもまたほなレビューしていきます。でもたこ焼きなんか家で作るで。バイ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 って。もう娘とか普通にパワー作ってんで、ドンキのたこ焼き器で。ドンキ行ってたこ焼き器980円で買ってきて、ピューって作ってるで。たこ焼き器本気出したら3つぐらい出てくるで。鉄板とか。だってあれ象印のこうなんか焼肉とか焼くあのホットプレートあるやん、あれでもたこ焼き焼くのついてるもんな。のを選ぶで。そう、お好み焼きとかもやっぱ食べるんですか。お好み焼き作る、家でホットプレート焼くで。でもあのお好み焼き屋さんみたいにこんな大きいお好み焼けへんねん。ちっちゃいのを3つか4つぐらい焼いて、それをまあ2、3枚食べるぐらいで。赤さんお酒飲むんですか。俺はもうほんまあんまり飲まへんねん。もう帰ってたしなむ程度。もう一本飲んだら十分かな。だから食べない、飲まない、吸わない。健康的。三内。金いらんじゃないですか。いや、そう、金いらん。飲む、吸う。飲む、吸う。食べる。食べる。チャンキさんに寄せる。な、大変や。チャンキさんもよく飲むでしょ。なあ、よう飲んではるな、チャンキさん。負けれんな。なんかもう、チャンキさん、なんかトラックあんまりせえへんようになった。飲んでばっかり。居酒屋行った時にお話ししたけど、うん、でも別に普通に、うん、まあ今のみんな現状でいいね、現状でな。はい、こんな感じです。さあガラス曇ってきました。何時？8時。俺も行かなあかん。じゃあほんだぼちぼち出発します。はい、じゃあお二人さんとっとと出ていてください。出発しを抑えさせていただきます。これいつもの俺の終わりのこれネタやから、これネタフリやから。はい、ありがとう。今日はめっちゃガラス曇ってごめんね。お邪魔しました。よし、おお、気が高いわ。よし、あ、これ LED で光ってます。ほんまに今日はありがとうございました。すごい背高いわ、ギガ。あれ、本奈々さんと出て行ってな、寝てあるから。あの本奈々さんと、あの寝てはるから。はい、よし。ありがとう。Thank you.
はい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 、次コーンが来たよ、コーンが。おお、気付けて。はい、帰りました。